ジャー、私と結婚しましょう。はあ、俺の話を聞いてたのかお前。聞いた上であえてお願いします。あえての意味がわからねえ。私と結婚した方が楽しいのは確定的に明らかです。ああ、シュウちゃん、イケメンとか死ねばいい。死ねばいいですよね。え、アコ、もう本当にリア充とか死ねばいいですよね。告られる人とかゲームから出ていけばいいんですよ。近くにいるだけでなんか不幸になる気がするし。ああ、滅びないですかね、ああいう人種。世界の害悪ですよ。振った振ったぞ。俺様は恋愛なんぞ興味ないから。アコ、落ち着け落ち着け。こんにちは。あ、アコ、本物の。はい、ルシアン。はい。ルシアン、ルシアン、本当にルシアンですよ。ちょっと、将来が約束されたお金持ちとか死ねばいいのに。落ち着けアコ。すいません、取り乱しました。なんでですか、私女の子だって言いましたよね。信じてなかったんですか。ごめん。でもだったらどうして結婚を受けてくれたんですか。男でもいいかなって。へえ。いやいやいや、そういう意味じゃなくて、リアルとゲームは別物だから。で、昨日の夜は遅くまで一緒にいられなかったから。えっ、あ、お前何言ってんの。癒せないでくださいよ。違うんだって、そういうんじゃねえって。マジでマジで。君さん、こいつとどういう関係。待て、その質問は。ルシアンは私の大事な旦那様です。ルシアン、誰に何を言われたんですか。え、誰かに会ったんでしょ。それで何か言われたんですよね。女の人ですか。いやいやいや、違うって。そっか、女の人なんだ。違うって。ルシアン、奥さんって夫の浮気は一目でわかるんですよ。浮気なんかしてねえし。名前聞いてもいいですか。なぜ。ご挨拶したいので。やめて。見ましたよ。アコ、あんなにゃとか言う人がいいんですね。ああいう人がルシアンの理想なんですかにゃ。語尾じゃねえよ、あの人はただの知り合いだ。ほら、前に告ったら寝かまだった人。ルシアンが告白した相手ですって。裏山、岸から。いや、なんてひどい人でしょ。西村って秋山さんともたまに話してるよな。これって浮気じゃね。ああ、これは嫁さんに伝えないと。ルシアン。ルシアン。ヒールかけてください。ヒーラーはお前だろ。次の日からずっと付きまとってきて現在に至るが真実だろ。まあ、それは愛ゆえにということで。ストーカー行為を愛の一言で肯定すんな。夫が妻の愛を疑います。どっかで絡んだことあったっけ。ルシアン、まさか。違うから、浮気とかじゃないから。夫の妻への愛を疑わないで。アコ、俺だ。え、ルシアン。突然だけど遊びに来た、入れてくれ。はい。ってゆか、なんでいるんですか。お母さんは。ちゃんと許可はもらったぞ。あと部屋の鍵も預かってる。それからアコの将来もお願いされた。それはグッジョブです。ではどうぞ。たく、お願いします。なんで入ってこないですか。お前がなんでだよ。むしろなんで脱いでんだよ。準備するっつったろ。心の準備をしたんじゃないですか。その準備求めてね。着ろ、服を着ろ。ほら、その前にテストだろ。テスト。お前、テスト大丈夫か。アコ、私、将
中間テストはどうだった？平均点は？まさか赤点じゃないよな？お前、俺と恋人になってくれ。嫌です。恋人になってほしいって言われたんですけど。で、なんて返事したの？そんなの嫌に決まってるじゃないですか。だって夫婦から恋人になるって格下げ？もしくは離婚するってことじゃないですか。絶対に嫌ですよ。あんまり見られるとですね。あ、悪い。他のみんなは？まだかかるみたいなので私だけ先来ちゃいました。でもこうして本番を迎えるとなんか急に恥ずかしくなっちゃって。大丈夫だって。え？すげえ可愛い。自信持っていい。ありがとうございます。俺アコのこと好きだ。私もルシアンのこと大好きです。私たちやっぱりいい夫婦ですね。来ちゃった。悪い、つい反射的に。嫁が実家を訪ねてきたんですから、温かく迎えてくれてもいいじゃないですか。って、お前は今俺の嫁じゃないだろ。え？だってほら、ルシアンが消えた時婚姻関係も消滅してるし。頑張ってるのはわかりますけど無理しないでくださいね。ルシアンが元気でいてくれるのが一番大事なんですから。アコ、今のはこれまでにお前が言ってたセリフの中で最高に嫁っぽかったぞ。マスター、お手洗いってどこにありますか？扉を出て5つ目の部屋だ。お借りします。そうね、ナナコもついてって。放っておくと逃げ帰りそうだから。逃げたりしないですよ。とても信用できんな。ほら行こう、あーこちゃん。もうすぐ夏休みが終わって学校が始まるわけだけど、周りのみんなに俺たちは夫婦じゃなくて普通の関係だって言ってもらえないでしょうか。またまた、ルシアンはそんなこと言って。割と本気で頼んでるんだけど。ルシアンたら、エース。おかえりなさいませ、ご主人様。一番厄介なメイド服の準備が片付いたら、アコの仕事は大体終わりだろ。そうですね。なあアコさんや。なんでしょう、ルシアン。クラスのメイド喫茶の準備ちゃんとしてるよな。メイド長だもんな。それは、その、ほら。進捗どうですか？進捗ダメです。ほらほら、戻って。おかえりなさいませ、あなた。いや、でも本当に頑張ったよ。じゃあ、何かご褒美ください。よし、何でも言ってみろ。今何でもって言いましたよね。ビッグニュースだ！次回のアップデでハイジング機能が。もしかして邪魔しちゃった？そんなんじゃなくて。何でもしてくれるって言ったじゃないですか。